はい、それでは大変ながらご待たせしました。今からですね、K-1、名古屋大会に向けて、大須商店街イベントを、開催いたします。それでは、本日試乗する全選手の入場です。そして K-1 スーパーライト級王者アポールギア。皆さんこんにちは。愛をする県愛知県の K-1 名古屋大会実行委員の佐藤義弘です。皆さん、K-1 知ってますか？皆さん来られますか？ K-1 チケット買った方いらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。毎年実はここ3年間私はクラッシュという大会で特別実行委員長をやってたんですけど、選手たちの頑張りとファンの皆さんの盛り上げでですね、おかげさまで実績が評価されて、なんと今年の12月28日にですね、愛知県体育館ドルフィンズアリーナで開催することが決まりました。キャパもですね、国際会議場と比べるともう3倍以上のキャパになりまして、まあ7000人から8000人ぐらい入る会場になると思います。もうそれでこの K-1 の大会が名古屋でついに開催されるということで、まあ、K-1 のホームも本気を出してですね、もうここにずらっと並んだ日本のトップファイターたちが全員、名古屋大会に集結します。ぜひまだチケットを買われてない方、もう今ですねアリーナの S 席、あとスタンド B 席売り切れております。どんどん売り切れの席が出てきてますので、この機会にぜひチケットを購入していただいて、12月28日愛知県体育館にぜひ足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。それではさ、今回12月28日にの大会に出場する選手たち一人一人に挨拶をしていただこうと思います。ではまず、名古屋在住の太藤選手からご挨拶をお願いいたします。名古屋の小松太藤です。まず今 K-1 地元名古屋で開催されることと、僕が出場できることは本当に大変嬉しく思います。そして、こんなにたくさんの方がちょっとびっくりしてるんですけど、いつもクラッシュで真夏、本当に汗だくでやってるんで、今日は暖かくて本当に良かったなと思います。そうですね、前回11月でちょっと、復帰戦で KO できて、今回出場することができて本当に全地元ながら、名古屋市出身、名古屋市在住の僕だけなんで、名古屋しっかり盛り上げていきたいなと思ってるんで、ぜひ皆さん、僕プレミアリーですけど、ちょっと早いんで本戦前から皆さん会場に来てください。お願いします。太藤選手はですね、7年前の名古屋クラッシュの時からずっと大会出て盛り上げてくれてまして、ここ数年ちょっとスラック気味だったんですけど、前回の11月大会クラッシュという大会でですね、見事1ラウンド KO 勝ちしました。これで上昇気流に上ると思いますので、彼の動きにもぜひご期待ください。それでは
続きまして、大和哲也選手、ご挨拶お願いいたします。はい、このように K-1 のイベントをこの大塩展開できることを嬉しく思います。こんにちは、有吉県愛知県有吉県愛知県の日本県に続きのファイター大和哲也です。12月28日に K-1 が名古屋にやってきます。僕は同じ名古屋出身でキックボクサーとしては、まあ、後輩に当たる横にいる深橋選手と戦いますが、まあ、深橋選手とはそんなことないんだろうなと思っていたら、まあ、彼が、まあ、僕も新生K-1に来て彼も新生K-1に来て、戦うことになってこの名古屋で戦うことをすごく、考えられると思います。まあ、この新生K-1という名古屋初上陸で初上陸にふさわしい歴史残る試合をしたいなと思いますので、ぜひ試合を楽しみにしていてください。もう大和哲也選手はこの3年間、昨年2016年、2017年、2018年とですね、名古屋大会のもうメインクラスの試合に出て、もう全て KO 勝ちを収めてまして、まあ、非常にハードパンチがあります。で、後ほど挨拶する深津選手との対戦もこれはもう必ず激闘になると思いますので、こちらもぜひ見ていただきたいと思います。それでは続きまして、アッポルキア選手からご挨拶お願いいたします。皆さんこんにちは、K-1 スーパーヤード級チャンピオンのアッポルキアです。そうですね、日曜日にこんなにたくさんの皆さんいただいてありがとうございます。2019年の K-1 の、最後メインイベント、ゲイオ選手のダイレクトリマッチのタイトルマッチで、戦うことが決まったので、しっかり2022年の K-1 を締めくくりたいと思います。応援お願いします。皆さん、このアッポ選手ですね、今年この名古屋でこの彼のパフォーマンスを見れるというのは本当に運がいいと思います。僕はまだ現役時代の時、4年前ぐらいの時ですね、名古屋の大会にも出てくれたことがあって、まだその時は上り調子の感じだったんですけど、もうここ 1,2 年でもう本当トップの実力を兼ね備えられまして、でしかもですね、今回タイトルマッチになります、 K-1 の。で、その対戦相手が前回のタイトルマッチで勝った相手に、リベンジじゃない、勝った相手をさらにもう一回防衛戦でやってやるよと、自分自身前回の戦い方納得いかなかったんでしょう。で、それで今回 もう同じ相手、めちゃくちゃ強いゲイオというタイ人と対戦するんですけど、その相手を自ら指名してこのタイトルマッチの場所に名古屋を選んでくれたと、もうこれは大変幸運なことだと思います。アポ選手、ぜひ激闘を期待しております。じゃあ続きまして、ノイニ・マサーキ選手お願いいたします。はい、そうですね、名古屋県は初めて開催されるんですけど、まあ、いろんな注目カードがある中で、僕の試合が一番見に来てくれる皆さんが引くような KO 力を見せるんで、ぜひ来週の最後にしましょう。ノイリー選手の対戦相手はハッサン・トイという選手で、まあ、トルコの出身でオランダ在住なんですけど、まあ、その選手、ハッサン・トイ、ぜひ名前を覚えていただきたいと思います。この選手ですね、もう間違いなく世界レベルの世界トップクラスの実力を持った選手を名古屋に呼ぶことに成功しました。でもその世界トップレベルのですね、ノイリー選手ともう世界トップレベルのハッサン・トイ選手にぶつかれば、もう間違いなく、世界トップレベルの、これ多分名古屋で開催するんですけど、おそらく世界中のキックボクシングファン、K-1 ファンが注目するカードになると思います。これはもう、おそらく1ラウンドに試合が始まってバーンと一発お互いが技を交錯させた頃にはですね、この凄さが必ず分かると思いますので、ノイリ対ハッサン・トイ、必ずこれ再注目していただきたいと思います。名古屋在住の大和哲也選手と対戦する深橋選手です。よろしくお願いします。こんにちは、深橋です。K-1 名古屋大会で大先輩の大和哲也選手と試合をさせていただくんですけど、K-1 の初めての名古屋大会で、哲也さんと試合をするっていうさせていただくっていうのはすごい光栄に思いますし、名古屋でやることに本当に意味のあるカードだと思ってます。この前 K-1 横浜で、会って、それもすごく盛り上がったんですけど、それに負けないぐらい K-1 名古屋を盛り上げたいと思ってるんで、ぜひ応援お願いします。
古橋選手も、名古屋出身だっけ。あ、出身は福岡です。福岡か。名古屋育ち。地元は名古屋です。地元は名古屋なんですね。で、この名古屋のトップ同士、大和哲也選手が、まあ、先輩ではあって、その後福橋選手がガガガッと勢いつけてきて、で、大和選手も、ね、30歳超えて、さあ、世代交代してやるぞという気持ちで福橋選手は向かっていくと思うんですよ。でも名古屋の先輩、僕もですね、大和選手も深瀬選手も昔からよく知ってて、もうものすごく僕自身、切ない対戦ではあるんですよ。見たくない、でも見たいと僕は K-1 のホームに掛け合ってこの2人の対戦を実現してもらいました。もうこの2人の戦い、2人はですね、ファンも共通でして、さっきも大和哲也 T シャツ着たファンの人が福橋選手を写真撮ってたぐらいなんで、もう共通のファンが多いんですよ。大和ファン、福橋ファンで、ね、うなずいてる方もいらっしゃいますけど、まあ、この2人の対決っていうのはもう、なんていうんだろうな、こう、もちろん本気で試合をもうやり合うんですけど、もう終わったらこうすごい清々しいスポーツマンシップにあふれた試合になるんじゃないかなと思っております。この試合もすごい熱い試合になりますので、ぜひご期待ください。それでは最後に大岩達也選手お願いいたします。はい、鎖ヶ浦の選手です。そうですね、まあ、対戦相手、スタロー選手、めちゃくちゃタフで、パワーもあって強いですけど、僕も夢の中で、2回ぐらい対戦してて、2回とも勝負してるんで、もう、はい、2回とも KO 勝ちしてるんですよ。なんで、間違いなく、いい KO がみんなに見せれるんじゃないかなと思ってるんで、次は、現実の、会場で、みんなに見せしたいと思うんで、応援よろしくお願いします。大岩選手は、スタウロスという選手と戦います。昔のですね、K-1 マックスという K-1 の大会があったんですけど、その大会にマイク・ザンビリスという名選手がいました。そのスタウロスという選手はですね、このマイク・ザンビリスとすごい似てる剛腕のパンチャーでございます。で、この大岩選手も剛腕です。なぜなら私、佐藤義弘もですね、体重差全然違うのに腕相撲で秒殺されました。もうそのぐらい彼の腕力っていうのはものすごく強いです。もう鎖をさすが24時間ずっとつけてるだけあって、もうやっぱり筋力もものすごくある選手です。この後半対決、もうこれは剣を必死でございます。ぜひご期待ください。はい、ありがとうございます。今、全選手に意気込みを聞かせていただいたんで、ぜひ皆さん、当日の試合は期待していただきたいと思います。それではですね、せっかく皆さんここで集まっていただきたので、今からデモンストレーションに入りたいと思います。デモンストレーションはですね、大和哲也選手に、ミット打ちをやっていただきます。そして受け手はですね、佐藤義弘さんです。よろしくお願いします。今から準備しますので少しお待ちください。ちょっと練習だ。おーい、次いきますよ。せーの、おーい、せーの、おーい、せーの、おーい、じゃあいきますよ。じゃあよろしくお願いします。本番です。実は大ファンサービスなんですね。K-1 選手もですね、
キックを受けてみようと、そういったあの気持ちのある方実はですね、今日ですね、お願いをしてですね、K1、スーパーライト級のチャンピオン、アンポルキア選手にですね、ミットを蹴ってもらう、そしてそのミットをパンチ、ごめんなさい、パンチを打ってもらう、パンチを打ってもらう、で、そのパンチをですね、受けたい方、お、結構いらっしゃいますね。あとアンポ選手にちょっと指名してもらいますので手挙げて手挙げてはい、はい、2人指名してあげてください。はい、みんな手挙げないとダメだよ。手振って手振ってこの女性の方と女性はいはい、ぜひ後ろに跳ねてる8人でしょ。はい、じゃあ、あの2人出てきてください。はい、前に出てきてください。現役のですね、しかも、スーパーライト級の現チャンピオンのパンチを受けてみようと、あの、あくまでもこれ本当自己責任ですので、あの、後で何か問題が起こってもあの言ってこないでくださいね。はい、泣き寝入りしてくださいね。お願いします。はい、じゃあちょっと前に出てきてくれて、お二人ちょっとここに並んでください。はい、どうぞ。はい、すいません。じゃあまず、男性の方、お名前は。あ、セバスチャンです。セバスチャンさん。セバスチャンさん。今日で皆さん、セバスチャンさん最後になりますんで、お別れになりますので、皆さん、あの、最後の球種を見てあげてください。じゃあ、女性の方、お名前は。ミーさん。ミーさんも最後、お別れになると思いますんで、はい、皆さんね、さようならしておいて。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、飛ばないでください。すいません、じゃあもう一発お願いします。蹴りの時ぜひおーいでいきましょう。おーいってください。せーの、おーい。ありがとうございました。あのプロの試合ってこう本気あの鍛えた同士が戦ってるんで、一発一発のキックとかパンチとかって、まあ、そんなに強く見えないこともあるじゃないですか。でもこうやってあの一般の方にですね、こうやってキックをパンチを受けてもらうと、もうプロがいかにすごいことやってるかっていうのがすごいわかるんですね。